石明子と言います。衆議院議員をしています。れいわ新選組、皆さんご存知でしょうか。5年前に山本太郎がたった一人で作りました。今国会議員が8人おります。そして地方議員60人以上います。そうやってどんどん勢力は拡大しているんです、皆さんのおかげで。でもまだまだ力は足りません。国会の中でもごくごく少数で、私は焦る気持ちでいっぱいです。日々間違った法律、悪法が通され、子ども支援するんだと言いながら、結局働き盛りの人の社会保険料を上げると、月1000円以上上げていく、そのような悪い法律も結局通ってしまいました。裏金自民の手によってです。このような状況を大きく変えていきたいと思います。5月3日が憲法記念日でした。皆さんは憲法について考えられたことはあるでしょうか。先ほど緊急事態条項の話はしましたけれども、自民党政権の下で憲法は絶対に変えさせてはいけない。緊急事態条項に加えて非常に良くない動き、非常にこの日本を地獄に突き落とすような方向性があることもご説明しておきたいと思います。今アメリカと中国の緊張がすごく高まっているんですよね。で、日本のニュースではもう中国がむちゃくちゃ悪い、まあ中国は悪いんですけどね、中国むちゃくちゃ悪い、だからアメリカに守ってもらわなきゃいけない、いい国アメリカに守ってもらわなきゃいけない、だから日本はアメリカに協力しないといけないんだっていうことを自民党だったり公明党だったり維新が言うんですけど、それは違うんです。今中国とアメリカが両方が軍事的な威圧、経済的な威圧を高め合っています。非常に緊張が高まって危ないんですね。で、アメリカは日本が地理的に中国の近くですから、そこにいっぱいミサイルを配備したりとか、あそこを太平洋を越えさすなっていう要所にする、そういう目的があるんですよ。だから中国と目の前で戦争させられるのは日本なんですね。血を流させられるのは日本国民であり自衛隊員なんですね。これ絶対食い止めなきゃいけないんですよ。悪い中国に対してアメリカに守ってもらうためではないんですよ。アメリカの世界戦略の中で都合がいいから日本にいっぱいミサイルを設けたい、日本も自衛隊員に血を流させたい、そのようなアメリカの要求に応えているだけなんです。これ日本の財界の要求でもあるんです。なんで日本の財界がわざわざそんなことを要求するの。一部の人だけ軍事ビジネスで儲かるからです。皆さんはこの日本を軍事ビジネスで武器いっぱい作って、人殺せる兵器いっぱい作って儲ける国になりたいですか。私はそんな国には絶対にさせたくない、させない。私は中学の子供、中学生の子供を育ててますけど、今日来てくれてる、山田佐保さんという市議も3人の小さな子供を育ててますけど、私たちはやはりこの10年後、20年後、自分の子供たちが大人になるとき、まあ自分たちも年を取るときに日本がどんな社会になるか、それは軍事ビジネスで、軍事ビジネスがいい就職先だね、そういう社会じゃなくて、世界に感謝されるような製品とかサービスをたくさん作れる国、それを輸出したり支援したりして世界の皆さんにも喜んでいただけるような国を目指さなきゃいけないだろう、そのように考えてるんですよ。まあ、当たり前のことだと思うんです。しかし今のこの国はそれと逆方向に進もうとしてるから、だから育児してる身からしても絶対そういう方向性には進ませたらいけない、私は強く思うし危機感でいっぱいなんですね。